アイスプレと申します。無料で稼げる案件来ました。まあちょっとね、話をしていこうかと思うんだけども、昨日の夜中ですね、ステップアップがツイッター更新しまして、スポーツ GG っていうとことパートナーシップを結びましたよと。言ってもなんか見た感じ、開発してんのはステップアップの同じ企業じゃないのかなっていう気はねしています。で、グローバルタイタンズっていう名前がね、久しぶりに出てきて、まあそこでね、わー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 ってものすごいことがね書かれてます。まあ簡単に今日の内容を言っていくと、もうこの登録だけは必ずやろうよ、これはまた無料ででっかいことが起こるよっていうのが1個と、キロカロリーってね、アプリ内、ステップアップのアプリ内のトークンだと思ってたら、なんかその他でも使えるようなユーティリティ出てきたよっていうね、ところで、お話がね出てきましたので、これねぜひ覚えておいてくださいと言ったところをちょっとね動画にしていきますので、よろしくお願いします。ちょっとまず先にね、なんとなく何があったのっていうのを伝えていきますね。まずこのグローバルタイタンズっていうところから出資を受けて、ビリオンダラー10億ドルサポートを受けましたよと。なんだそれと思って、このね、グローバルタイタンズって覚えてる方いらっしゃるかな。最初にね、ステップアップがパートナーシップを組んだよっていうお話が出てきたのがこのグローバルタイタンズでした。ボクシングとか格闘技系の興行を起こすような団体のようです。興行を起こす、まあ、試合の取りまとめだねをやってるのがこのグローバルタイタンズっていうね、会社さんなのか、まあ、団体のようでして、以前はドバイで行うボクシングの大会、これはメイウェザーとかね、有名な人たちが出るような大会で、これにねステップアップも出資をするよっていうお話だったんですが、残念なことにね、国王だったかな、なんかお偉いさんが亡くなられて、この試合が延期になりましたよと。で、それがまたね、延期になったものが再度試合を行うよっていうことで、またわーっと盛り上がってるよといったところです。ということで、ね、まあグローバルタイタンズ、まあ、世界規模で行うような試合の興行の団体さんですね。その団体さんから10億ドル規模の支援を受けてますよと。で、これによってね、なんかキロカロリーもなんか新しいユーティリティってあるんだけど、こっちはね、そのスポーツ GG の方に書かれてるので、またちょっと後にね、します。で、3つ目、ウサインボルトと並ぶ主要なアンバサダーが、まあまあ、多分ね、グローバルタイタンズって書いてあるぐらいだから、グローバルタイタンズで、ね、出てるような、なんか誰かが、出てる人たちがなんかやってくれるんだろうということだと思います。ちょっとここはね、アンバサダーどういう人が来るのかまた楽しみにしておきましょうということで、ちょっとね、スポーツ GG の方に行くんだけど、こっちの方がわかりやすいかなと。スポーツ GG って結局何やるのっていうと、VR のプラットフォームですよ、と。で、VR っていうと、オキュラスクエストとかね、皆さんご存知かなというか、まあこれ見たらわかるよね。なんかメガネつけてさ、なんか目の前に映像が広がるよとか、まあこれからね、必須になってくるデバイスになってきますが、これのプラットフォームを作って、世界的な興行のイベントをこのストリーミング配信していくよっていうものを作っていくよと。まあイメージとしては、VR 上、まあ、仮想空間上の YouTube を作るよと。YouTube ってさ、基本的に別に家で一人で見るとか、まあ、友達とか、まあ、家の中で少数で見るっていうものが、まあ、この YouTube ですよね。これを VR 上、仮想空間上でみんなで見てわーっと楽しもうと。まあ、そのスポーツバーみたいなのね、いろんなとこにあるかと思うんだけど、それをね、仮想空間上でやっちゃおうよみたいな感じなのかなと言った気がしています。これによってね、いろんな、まあ、スポーツだったりとかゲームとかだったりとかをみんなでいろいろね、わー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 キャー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 やりながらアバターを通して楽しめるよねっていう感じのものを作ろうと。なので、まあ言っちゃなんだけど、めちゃくちゃ規模のでかいものを作ろうとしていて、まあ、正直1年2年とかでできるもんじゃないよねって思ってるんだけど、まあ、どういうねスピード感で持ってくるのかわかんないんだけど、まあ、こういうものね今作っていってますよっていう感じです。で、ちょっとここで勘違いしやすいのが、仮想通貨とこの VR とか、まあ、メタバースっていうものは一緒にね、ちょっとなってる人がごっちゃになっちゃってる人が多いと思うんだけど、仮想通貨っていうとあくまでもブロックチェーンを元にしたものですので、メタバースっていうものと全く違いますよっていうことだけはちょっとね覚えておいてください。メタバースっていうのはあくまでも単純な仮想空間、人によってまあ定義いろいろだけども、まああくまでも一般的なもので言うとただの仮想空間です。ブロックチェーンとかメタバースとか何も関係ない、インターネット上のただの空間、みんなでワーワーキャーキャーやるような空間があれば、それはもうメタバースになるので、そこにブロックチェーンが絡む絡まない関係なく、そこは一つの空間と認識していただければいいかなと思います。なので、これね、スポーツ GG も別に
仮想通貨がガンガン絡んでくるよっていうわけではないかと思います。仮想通貨で例えばその使用料を払うとかできるかもしれないけども、その仮想通貨を稼ぐための空間なのかなっていうと別にそうではないかと思うので、この辺はねちょっと一緒くたにしないように気をつけてください。あくまでも配信プラットフォームを作っているんだよっていうお話です。まあって言ってもね、その配信プラットフォームってまあやっぱ今のところ YouTube 一強でさ、その YouTube に次になるようなものをいろんな会社さんがいろいろ出してるんだけど、今のところあんまりうまくいってないっていうのが現状ですね。でその VR 空間でその第二の YouTube みたいなものになれたら、もうはっきり言ったらもう広告費用だけでもとんでもない金額になるよっていう、もう第二のその YouTube をねみんな狙ってるところなので、そこにねこのステップアップの関係するプロジェクトが突っ込んできたよと、まあそういうねイメージを持ってもらえばいいかと思います。でそのとんでもないことをやろうとしてる中に、これ GG ポイントっていうものがありまして、これがねまず最初のこのスポーツ GG の一つのイベントになっています。でこれ何するのっていうと、メールを登録するとポイントが溜まっていきます。どっかで見たなこれ、どっかで見たな、ファットポイントそのまんまだなって言って、デザインを見てもあファットポイントそのまんまだということになっていますまあ、いつも通りですね、メールを登録して毎日ねポイントっていうものが溜まりますよと。でウォレットを登録するとさらに1日5ポイント加算されます。で人を招待するとさらに、どん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 、溜まっていきますよっていうのがね、このファットポイントと同じような仕組みになっていまして、今だったら私8人で24ポイント1日にねプラスされますよっていうんで、1人3ポイントずつ増えていきますよと。これが多分10人超えると1人2ポイントになって、50人を超えると1人1ポイント加算するよっていう風になっていくかなと思ってます。ちょっとねこの辺の計算っていうのはまあね、数が増えたらね分かる話なんだけど、まあまあ多分ねファットポイントも同じ、形になっているので、そういう形になるかなと思います。でこのプラス 63GG パーデイ、これはね計算間違えてるはずです。こっちが24ポイントしか入らないのに、ここね63っていう計算になるわけがないので、これはねちょっとこっちがね間違えてるかとは思うんだけど、まあこういう風にねポイントが溜まって、また何かしらのねファットポイントがキロカロリーとかまあ何かに変わるみたいに、こっちもねまた新しいものに生まれ変わるはずですので、ぜひこれね登録してってください。でよかったらね概要欄に私のリンクを貼っておくので、そこから登録していただくと、このね人数が私がボン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 増えていくよという形になります。ちょっとね私を支援してくれる、応援してくれるっていう方はぜひねそちらの登録からしていただけるとありがたいです。はい、じゃあごめんなさい、ちょっとね GG ポイントの話先行っちゃったんだけど、ここですねキロカロのロッテリーってね、ロッテリーって宝くじだよね、うん宝くじだよね、キロカロで宝くじができますよっていうねカミングスーンね、ここまだ押せないんだけど、私たちはステップアップのゲーム内トークンだと思ってました、このキロカロリーのこと。そしたらなにキロカロリー別のことに使うの、宝くじ何それって。じゃあこのキロカロリーを使ってその工業ね、グローバルタイタンズがやる工業のリアルチケットがもらえますよとか、そういう話になるのかな。キロカロリーのユーティリティ使い道がどんどん増えちゃって、いやこの先キロカロリーたくさん使えることになるのかなと。でさっきさ、私メタバースとこの仮想通貨の世界って関係ないよっていう話をしました。メタバースの中にこういうキロカロリーとかトークンの話を混ぜ込めて、今まで仮想通貨とか全然知らなかった人が通貨の代わり、お金の代わりにこのキロカロリーとかねトークンを使うよっていう世界をね、まあちょっと目指しているのかなと。仮想通貨とかね知らない人たちからしたら、いや仮想通貨って何それ怖いっていう話になってくるのが、どんどん一般的なねものに変わってくるのかなーっていうんで、ちょっとね楽しみなことになっています。でキロカロリーもね今ね、ドーンと落ちてんな、何これびっくりした今ね1時間ごとにしようかな、ちょっと今見てびっくりしたんだけど、一回ポーンって上がって、これがキロカロリーが流動性開始してすぐダーって上がったんだけど、上乗りかなーっていうものが入ってダーっと下がってから、またダダダダダでまたちょっと下がりつつで、ね、バーンといい感じで上がったんだけど、今見たらおーなんかうんなんかうん血がドーンと出てるね。まあまあこんな感じで増えたり減ったりしてますが、まあ、私がさっきまで見てた限りでは、あこれどこまで上がるんだろうなってちょっと楽しみにしてたんだけどね、私全然持ってないんだけど大きな売りが入っ
ったのかな、ちょっと表示されてないけども、まあ大きな売りがね一回入っちゃったのかもしれないですが、まあちょっとキロカロリーもね注目してもいいかなと。まあキロカロリーねまだ買わないでもいいのかなっていう話をまあちょっとしてたんだけども、私もね今持ってないんだけど、キロカロリーねまあそろそろ注目してもまあちょっといいのかなと。 3.5 まで今一気に落ちてるから、もうむしろ買い時っちゃ買い時なのかもしれないね今ね。びっくりしたわ今。ということで、まあキロカロリーも新しい使い道が出てきたよと。でこういう風にステップアップ、フィットファイはガス代として使われるから、というわけで、スポーツ GG っていうものがね出てきました。ぜひね無料で登録できますのでね、皆さん登録して、広めていきましょうって。今ねこのリファ貼ってる人ってステップアップをね応援している人たちしかまだ貼ってません。まだインフルエンサーみたいな人たちがね入ってきてません。今後まあ入ってくる可能性もあるので、先にね、リファどん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 貼ってください。やっぱ有名な人たちが入ってきた瞬間にねバーっとそこ持ってかれるっていうのが、まあこういう仮想通貨の世界ですので、ぜひ先にね行動するようにしましょう。で今さこのスポーツ GG なんてさ、フォロワー254人ですからね、まだまだ本当にまだ知り渡ってない状態です。ということでね、もうちょっとできるだけ早くにいろんな人に広めるようにね頑張ってみてください。私もねちょっとここまた頑張れるようにね、100人は、リファ踏んでいただけるようにちょっと頑張っていきますので、皆さんもね、一緒に頑張っていきましょう。というわけでスピルでした。また次の動画でお会いしましょう。またねー。